神ですね。放送席、そして草薙球場、全国のファンの皆様、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは今シーズン初出場で殊勲のタイムリー、この人が帰ってきました、谷義朋選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この大歓声です。谷さん、今の気分いかがですか？いや、ちょっと気持ちいいですね。久々に、一軍の試合に出たので、緊張もちょっとしましたけど、無事、ヒットは1本出て、ちょっと落ち着きましたけど、ね、まず今日は1番での出場でした。そのあたりいかがでした？そうですね、先頭だったんで、思い切っていこうと思って、ストライクが来たら、どんどん行こうと思ってました。そして3回に初ヒットが生まれて5回、チャンスを迎えましたね。あの場面いかがでした？そうですね、1本ヒット打てたんで、気持ちよく打席に入ることができました。勝負は初球、見事なタイムリーでした。そうですね、来た球を打つだけなんで、いい結果につながってよかったです。今シーズンはプロ生活17年目で初めての2軍スタート、いろんなことが頭をよぎったんじゃないですか？そうですね、もう切り替えていくしかないですし、自分のことを、しっかりやろうと思って、やってました。そしてこれで谷さんとしては2000本安打まで新たなスタートになりましたね。そうですね、一本一本のやっぱつながり、つなげていきたいなと思ってますので、これからも、1試合一本打てるように、頑張っていきたいと思います。チームの連敗も止めました。今日はお客さんもおかえりと声をかけてくれました。今後に向けて皆様へ一言メッセージお願いします。そうですね、たくさんのファンに応援されて、祝福されて、最高な気分です。これからも甲子園で、試合ありますので、また球場の方に応援に来てくれた、最高です。期待しています。見事なタイムリーでした。谷義朋選手でした。ありがとうございました。という谷選手のインタビューでした。